カルカーは、ドイツのルトライン・ベストファーレン州、クレーベ郡にある町。クレーベより1 0トルほど南東にあり、ライン川沿いに位置する。カルカーで最も有名な建造物は、聖ニコライ協会で、中世後期より、ヨーロッパ有数の聖職者が名を連ねている。聖ニコライ協会、カルカーは1230年に、クレーベ博ディートリヒロクセイによって建設され、1242年に、 都市圏を授与された。1609年にクレーベ公の血筋が耐えるまで、カルカーはクレーベの七つの主要都市の一つだったが、その後ブランデンブルク編脅迫の領土となった。クレーベ公、アドルフ一世のヒマリーは晩年をカルカーのモンレベルク城で過ごし、1455年にドミニコ界の修道院を設立した。マリー夫人の影響で町は華やぎ。 文化活動に適した環境に惹かれて芸術家たちが集まった。マリー夫人は1463年にモンレベルク城で亡くなった。原子炉、カルカーは閉鎖した高速増殖炉 SNR-300 があった場所である。その跡地にはレストランや乗り物などがある遊園地ワンダーランド、カルカーが設立された。ありがとうございます。